剣道の理念。剣道は剣の理法の修練による人間形成の道である。剣道修練の心構え。剣道を正しく真剣に学び、心身を練磨して、旺盛なる気力を養い、剣道の特性を通じて、礼節を尊び、真偽を重んじ、誠を尽くして、常に自己の収容に努め、 よって国家社会を愛して広く人類の平和繁栄に寄与せんとするものである。